ずっと探していたんだよ。長いことな。俺の父親ができなかったことができる父親をずっと探してた。命を投げ出す父親だ。息子を救うためにな。ずっと探して探して探し続けて、そんな時君を思い出した。あれだけの殺人を、息子を救える父親を見つけるためだけに。見つけるためだけだと？自分が父親にとって何の価値もない存在だと知るのがどんな気持ちかわかるか。いいか、俺だって犠牲者たちと同じくらい苦しんだんだ。試練は全てクリアした。さあ息子を返してくれ。そこだ。鉄格子を開けるだけだ。犯人は凶暴で、おそらく武装している。見つけ次第撃て。殺してもいい。繰り返す。見つけ次第撃て。アイシュ、スナイパーの準備は。はい、警部補。配置に着きました。よし。今度は逃げられないぞ。奴が顔を出したら、撃ち殺せ。おい、お前、何してる？警部補、私はマディソン・ペイジ、ジャーナリストです。イーサン・マーズの無実を証明できます。彼は犯人じゃない。ジャーナリストはここで何してる？全員に口外するなと言ったはずだ。こっからつまみ出せ。仕事の邪魔だ。わかりました。さあ、来るんだ。あなたは大きな間違いをしてるんです。イーサン・マーズは無実よ。
息をするんだ。死なないでくれ。お願いだ。俺を置いていかないでくれ。もうダメかと思ったよ。アッシュ、この女をつまみ出せ。彼は犯人じゃないわ。彼は無実よ。おい、何するんだ。警官が倉庫を包囲してるわ。外に出たらあなたを撃つつもりよ。一人で行くよ。彼らに話して説明する。口を開く前に撃ち殺されるわ。いい、一緒に両手を上げて外に出るのよ。それなら撃てないはず。あなたの無実を証明する証拠を持ってるの。マディソン、君を疑ってすまなかった。ショーンのことで頭がいっぱいで、俺は。いいの。今はショーンを助けることだけ考えて。助けてくれ。お願いだ。助けてくれ。